プロスピエースにおいて同値が強いとコメントする人の4割が同値のメリットを知らない。そしてこのような人はそもそも特訓が7ぐらいで止まってる。また私萩の調べによると同値の説明はオフサイドの3倍むずい。そのため6年以上プレイしてる私萩もあまり意味を分かっていない。